こんにちは、実践メールです。本日いただいたのは、睡眠時間や寝る時間や起きる時間についてっていうお題です。睡眠時間は、まあ、不定期なんですけど、遅いとですね、下手すると2時とか3時、起きる時間はでも大体6時半から7時っていうのが、原則的に起きています。朝起きると、まあちょっと、時間があると、ファミレス行って仕事しだしちゃうっていうところがあるので、まあ寝る時間っていうのには、あんまり、こだわっていないというか、まあ3時間も寝れば十分かなっていうふうに思いながら、昼寝をそういう時は入っちゃうっていう感じが多いかなというふうに思います。できるだけ、まあ10時ぐらいに寝て朝5時ぐらいに起きるようなペースに持ってこうとはしてるんですけど、なかなかうまくできておりません。本日は以上です。